お、着いた。ここか、西公園は。で、ここにトイレ？トイレの中。もうすっごい忘れちゃったよ。トイレの中。誰？なあ、あんた。はい。張り紙あったろ。え？使用現金。はい。ちゃんと見たか？え、じゃあなんで中にいるんですか？え、あ、いや、見てないから家だよね。ここは正直に言おう。家、見てません。ちゃんと見とけ。はい、すいません。あ、追い返された？あ、追い返されちゃった。え、どれどれ？この公園では以下のことを禁止しています。いや、見えねえわ。見え、あ、ここか。使用元気。いや、わかんねえよ。わかんねえよ、これ。まあ、入るけど。ごめん、ごめん。見たよ。見たついでに入ってきた。うん。なあ、はい。あんた。はい。張り紙あったろ。はいはいはい。使用元気。はい。ちゃんと見たか？はい。もちろん、見ました。もちろん見させていただきました。何されても文句ねえな。え、なんで？え、なんで？なんで？なんで？銃持ってんの？こっちのヤクザに用はねえ。怖っ、お前ら。なんで？消えろって言ってんだ。公衆便所はみんなのもんだよ。そうだよ。そうだよ。公衆便所はみんなのものだ。はい。はい、ええ、そうです。怖っ、こいつら。わかりました。拳銃持ってても、どうしていいそうだ。わかったか、誰かって。俺が誰かってわかったのか、貴様ら。うわ、監視カメラに向けて。こっちだ。え、ご案内します。あ、待って、もう身元が割れたのか。待って、サイの河原だぜ、ここは。ゲイリー、ゲイリーじゃない、こいつ。あれ、セブンに出てきた。待って、ゲイリーだよ。ゲイリーバスターホームズだよ。俺がヘルプで呼んだ。え、出てきてんの？え、出てきてたんだ。知らんかった。ゲイリー、覚えてる？俺だよ。あ、キリュウは初めてか、でも。一番で会ってたからな。うわー、ゲイリーじゃん。すごい、ちょっと鳥肌が立ってはない。うん、ごめん。ボスは、ごめん。一番奥でお待ちしています。はい、どうぞ。うわ、いかつ声。そんな見つめ合うのや。すげえ、ゲイリー。え、なんかちっちゃくない？なんかゲイリーちっちゃくない？わかんない。あれ、こんなちっちゃく、なんかセブンの時の方が生き生きしてたよ。まあ、あれか、そうだよね、昔だもんね。そっかそっか。うわ、ポケットに入れ、なんかポケット入れたキリュウってなんか新鮮だね。かっこいい。いつもポケットは、かっこいい。なんだこの立ち方。俺もこの階段の一個外しでやってみようかな。わーお、わーお、わーお、おー。いや、俺としたことが、理性を保て。よし。よしよしよし、大丈夫だ。ここは決していかがわしい場所じゃないよな。うわ、こんなとこに、うわー嘘だろ、メスキングがこんなところに。まあ、こんなところだからこそメスキングあるんじゃねえか。喋れんのかな。今日どんな遊びしてくれるのかね。あ、なんだ君は。いや、ここはドームの場所なのか聞きたくてな。まったく状況を見たまえ。今私はこのこと楽しんでいるところなのだよ。あら、お客さん、ここ初めてなの？すんげえ怖。すんげえ怖い声してたね、今。気持ち悪い声してたね。あんまし女性に気持ち悪いって言っちゃいけないけど、すごい気持ち悪い声してたよ。ああ、そうだ。ふふ、かわいい。ここはビップしか来れない社交場なのよ。いや、気持ち悪くない？ごめん。お前の男の動きも気持ち悪いんだ。やば。待って、俺気持ち悪いって言葉ちょっと控えよう。ちょっとね、俺というなんか、あやふまれてるかもしんない。普段気持ち悪いってめっちゃ言ってんじゃねえのかな、この人って思われちゃうかもしんないから、ちょっと気持ち悪いっていう言葉を控えます。お兄さん、お金持ってる？あまり持ってなさそうね。そうだ。ここは君のような人間来る場所ではないのだ。さ、さあ早くどっかに行ってくれ。やば。よし。気持ち悪いっていう丁寧語を考えよう。なんだろうな。気持ち悪いの丁寧語ってなんだ？何か用か？あ、キリュウか。この女の子どこにいると思ったら、キリュウだったか。愛想がないのね。でも渋いわ。こんなに渋い男はどんなのがタイプなの？なんだいきなり。
また照れちゃって、私みたいなのがタイプでしょ。ごめん、俺ギャル嫌いなんだ、ごめんね。ギャルは嫌いなんだ、嫌いというか苦手なんだ、ごめん。嫌いではない、好きなギャルもいる、だが苦手なんだ、すまねえ。ギャルは苦手だ、清潔な清楚の子がいいんじゃ、黒髪の子がいいんじゃ。うん、ごめんなさい、どうでもいいよな。こっち青いっぽいな、あ、違う、こっちだ。すごいな、みんな遊んでってんだね、ちゃんと。何か用か、サイの花屋知ってるか。ふん、ああ、この地下街のボスって男のことか。ああ、そうだ、よく知らんよ、私は金を払って遊びに来てるだけなんだ。誰がここの経営者なのかもなんてことを知りたくもない。そうか、君を気にせず遊べばいいさ、ここには人間の欲望が全て詰まってるぞ。急にテンション変わりすぎじゃない。あら、いい男遊んでいかない。だからみんな何この一個みたいな喋り方すんの、みんな。やだなぁ、やだなぁ、ちょっときちょいぞ、もう気持ち悪いじゃん、きちょいって呼ぶわ、お前はきちょいぞ。キリュウさんですね、お話は伺っております、どうぞ。一番奥の屋敷の中にお入りください。一番まとも、一体ここはどうなってるんだ。えっ、ガラムコです、ここはセンターレルからのことておりません。伝説の情報屋か、うん、最後だけ出してきたの本性、こわっちいな、ほんとここの町の人たちはきちょいな。よーし、かわいいじゃねえか、きちょい。うわっ、すっげえ、うわぁ、すっげえろ。キリュウカズマ、え、出所早々派手にやってるみてえだな。あんたがサイの花屋、何の情報が欲しい。キロ登場会の100億、それにユミとミズキって姉妹の情報だ。キロ、はいくらかかるんだ。情報を集めるのも金がかかるんだよ。うわ、コミジュルみたいな、やっぱもんだな、多分。どこにでも俺の手下はいる。キャバ嬢のパンツの色から裏の取引、うわ、それ聞きたい。表沙汰になってない殺しまで、うわー、ギャルのパンツ聞きたい、ギャルのパンツじゃない。キャバクラのパンツ聞きたいな。その星の数ほどの情報をつなぎ合わせて、客の欲しい正確な情報を提供するんだ。すげえ。だから俺の情報は高い。おお、わかるよな。今は無理だ、でも時間がないだろうな。おい、あれ、姿を現してないの。姿を現したんでしょ。10年前道島の竜って言いや相当なもんだった。俺はヤクザってのが死ぬほど嫌いでな。おお。だが情報屋ってのはトドのつまり、めちゃめちゃトドみたいな顔してんな。あんたが天下の登場会敵に回して何しでかすか、実のところ興味津々なんだ。おお、それじゃあ。だがただで情報をやったんじゃ他に示しがつかねえ。俺はフェアじゃねえことは嫌いなんだ。はいはいはい。つまり仕事をしてもらおう。おお、堂島の竜にしかできねえ仕事をな。ほう、いいんじゃないか。うわ、かっこいい。まぶしい、ちょ、めっちゃまぶしいんだけど。普通にまぶしかった、今目悪くなったわ。今視力めっちゃ低下したよ。ねえ、戦いじゃない、眩しかった。地下闘技場か。どうでもいいね、ごめんね、この状況。そうだ、金の使い道を思いつかねえ金持ち、血見るのが好きな変態どもがお得意様だ。変態だな。選手は殺しても殺されても問題ねえ。ここはサイの河原だ、サンズの川もすぐ近くってな。俺にしかできねえ仕事ってのは。まさか。3人勝ち抜けば賞金が出る。そいつを手に入れられれば、そいつを情報料としてもらおうじゃねえか。うわ、余裕でしょ、余裕ですよ。いやー、ちょっとね、サイの河原さんはちょっとなめくさってますね、僕のことをね。キリュウカズマですよ、やるしかねえだろ。いいか、キリュウ、はい、これからこの先のリングで3人の男と連続で戦ってもらう。はい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 。ルールは素手であること以外には特にない。好きに暴れてもらって結構だ。めちゃめちゃ楽勝やないかい。お前の金の代償だ。強いやつとやってもらう。ほう。で、3人に勝ったら仕事をしたと認めてやろう。ほうほう。どうだ、分かったか。めちゃくちゃ簡単な仕事ですよ。オコース。もちろんでございますよ。声をかけてくれ。もう声をかけてますよ。じゃあな。ほら。
やるやるも。準備できたか。もちろんオフコースオフコース。おっと、武器か防具を装備しているな。え？そいつは禁止だ。外してくれ。嘘。じゃあ。ちょっと待って、俺なんか装備してた。ああそうだ、なんかもらったんだった。これあ、そうか、まずダメなんだこれも。準備できたか。はい、オフコース。せいぜい観客を盛り上げてくれ。はい。じゃあな。あなたも盛り上げちゃいますよ。うわあ、かっちょいい。おお。かっけえ。10年前、道島の竜と恐れられ、自分の首長をその手にかけた仁義なき国王。おお。キルーカズマ。ええ。ええええ。ここまで2人勝ち抜き、帝国第9殺人逃亡犯。おお。ダニエル・フェルドマン。フェルドマン。いやー、入れ墨だっせー入れ墨だっせーなー。よし、開始だ。さあ、まずは準備運動付き合ってもらうぜ。ディー・ウェルドマンってやつ。ほいほいほぉ、チャチャルデチャルデチャル、ウェルド、フェルドマン、フェルドマン、フェルドマンって外国人だろ。だから俺も外国語でやってやるぜ。Excuse me! It's the... Let's go! Punch! Punch! One, two, straight! Straight! Wah! 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 あ、これ聞いた。あのね、ラッシュするとね、これちょうどいいんだって。よっしゃ決まれフェルドン、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 ウォーチューアッパーチ。楽勝じゃねえかよ、こんなのよ。朝飯前だぜ。おー、一回戦で弱えな。本当に逃亡犯？さあ、続いての挑戦者は？ほらほら。ミドル級元王者。ほっ！あれ？あれ？ガキ使い出てません？いつも。おい！あれ？どんなファイトになるのか？あれ？トイキックする人じゃないですか、これ。ゴングです。田中、タイキックじゃないですか、これ。あれやばい。お、なんか嬉しいの。大晦日のあの人、有名な人と戦えるなんて。ちょっとこれはワクワクすると。やっぱりちょっと動きが違うもんな。いつもあんなにね、いい感じにほんと溜めて溜めて出てくるからさ、いつもいいとこ持っていくじゃん、この人って。だからもういいとこなんて関係なく、俺が初っ端からぶっ飛ばしちゃう。これがこの人調子乗って今天狗になっちゃってるだろうから、俺が目覚めさせてあげよう。もう田中はね、わざとね、演技をしてるってところなんだよ。もうね、タイジンさん、もっと威力上げた方がいいっす、あれは。あの、見ててね、田中さんがね、やっぱりね、ちょっとね、物足りなそうな感じしてるから、ちょっと、お仕置きを、しちゃおうかなふぅぅ極み。飛び入りの距離。ふぅぅやべえ、10秒で片付いちゃってるよ。今、次の挑戦者が、すっげえいかつい消えたしてんな。決まったようです。誰だ。驚きです。なんと負け知らずのあの男が帰ってきました。誰。過去3年このリングで全勝無敗。え、ベガスの地下リングチャンピオン。見えない見えない。ゲーリーバッチャーホーゲーリー。また会ったな、ゲーリー。グーですね。おっほっほっ。福祉と副上司、お好み。うわー、出た名言。その日本語意味分かって使ってんのか。無敵の極道隊、無敵の地下王者。うわうわうわ、やばい。ドングです。戦えるんだ。うわー、仲間だったんだよね、前。うわー、ちょっとちょっとこれは嬉しいな。ゲイリーと戦えると思わなかった。3年間無敗。なるほど、じゃあその無敗決しやそう。よし、うわうわはい、まずはゲイリー楽しませてくれよ。あの時はな、俺はお前のことずっと頼りっぱなしだった、最初はな。だが後々にお前はな、最後まで行くとな、弱く感じられたんだよ、セブンでな。だからゲイリー、俺ほとんどお前のこと最後の方は使ってなかった。それはな、最初だけしか使えなかったからだ。お前はもっと強くなると思ってた。だが俺はがっかりした。ゲイリー、お、ゲイリー、ゲイリーいた。いや、おるじゃねえか、ゲイリー。おい、じゃあゲイリー、さあ、俺の一発を食らえ！弱っ！ゲイリー弱っ。嘘でしょ？ゲイリー弱っ。
ゲイリーがっかりだぜ俺はよ。合計で30秒じゃない。無傷さすがは桐生。次はお前が仕事する番だぜ。安心しろ、約束は守る。おお、俺はフェアだって言ったろ。いいね。いやー、やっぱり強えな桐生。登場会の100億と由美と瑞希って女の話だったな。はいはいはい。登場会3代目は金が盗まれたことを隠していた、うん、だがそれを錦山って直系組長が緊急幹部会で暴露したんだ。はいはいはい。三代目を殺したのは俺は錦山だと踏んでる。へえ。奴の動きはすごくない？四代目の椅子を狙っているようにしか見えねえ。全部知ってんだね。かもしれんな。だが今の登場会は群雄割拠だ。どういう意味？三代目は死に、後目もまだ決まってねえ。となれば100億取り戻した男が4代目だろう。なるほど。錦山のたった一言の引き金で共食いの泥沼、任侠が効いて呆れるぜ。100億を奪ったのは由美って女だ。こいつは匿名の垂れ込みがあったらしい。へえ、由美が盗んだんだ。登場会で裏取ってるうち、妹の瑞希が事件の直前からアレス閉めて行方くらましているのが分かった。ほうほうほう。いよいよ本星ってわけだが、二人とも見つかりやしねえ。情報屋でもか。それで瑞希の娘はるかか。ああ、そこで繋がんだ。登場会は瑞希の娘を探している。はるか今俺と一緒にいるんだ。はるか、そうだったのか。あ、それは知らなかったんだ。一昨日顔を隠した妙な女が来てな、そいつが探してくれって言ったこの名前が確かはるかだった。いそれが由美か瑞希ってことは。さあな、女の顔は見たが俺にはそれが由美って女か瑞希って女かもわからねえ。似てるって言うじゃん。得体のわからんやつとは仕事もできねえからな。丁重にお帰りいただいた。うん、なるほど。なんだ、そうか、わかった。水の音だ。落ち着くね、みんな。お前に客だ。俺に客？見に行くぞ。足元注意しろ。足元注意しろ。おお、桐生が初めて驚いたんじゃね、これ多分、かつてないよ、この驚き方。すげえ。こいつ、驚いたの。すげえ。西の河原の本当の姿だ。5年前、警視庁は50台のカメラを取り付けた。テロ防止なんかが名目だが、所詮大して役には立ってねえ。だがよ、俺は実際にこの目で見てるんだ。1万台のカメラを設置してな。おい、目めっちゃ驚いてる。客の様子を見せろ。はい。誰だ。伊達さん。伊達さん、撃たれてる。時間、何があったんだ。ええ。奴の行動をたどってみるか。伊達さん、奴の映ってる他の映像を出してみろ。伊達か、なんとも落ちぶれちまったもんだ。伊達さんを知ってるのか。ボス、10分前の映像です。ん？おお、はるかちゃん。ええ、うわ、伊達さん頑張って伊達さん、行け。くそ。ボス、トラブルです。せっこ、ライブ映像に回します。キリュウ、伊達がヤバいぞ。え、仲間じゃないのこれ。わお、伊達を救え。伊達さん大丈夫か。伊達さん俺は伊達さん好きなんだ。頼む、伊達さん無事でいてくれ。邪魔だ邪魔だ。お前らのんきにくつろいでよ。いいな本当によ。てか待って、はるかちゃん大丈夫。よいしょ。
伊達さん、あれどこ、あれど、え、伊達さんはいないよ。まだまだ、中じゃないの、ここじゃないの、外、あそこ、あ、いたいたいた、おい、てめえら何してくれてんじゃん。おい、何やってんのお前ら。すまねえ、はるかが。分かってる。おい、こいつデカだぞ。そうだ、間違いねえ。やめろ。俺はな、昔こいつにパクられたんだ。やばいぞ。もう十分だろ。まだだ。やばいやばいやばい。100回殺しても足らねえ。無駄足は引っかんでる。一発殴んねえと気が済まねえ。バラしまえ。そうだ、バラしまった方がいい。誰か怯えてんな。何言っても無駄か。ああ、無駄だ。あんたの話聞く義理はねえ。じゃあやるしかないか、キリュウ君。俺も同じ意見だよ。どうする気だ。わからないやつは拳で。そんなにこの人やりてえなら俺を倒してからにしろ。はい、かっこいいです。もう何回かっこいいシーンを見られればいいんだよ、本当によ。くそ、男でも惚れちまえよこんなのよ。はい、あい、キリュウ君よ、もう最近。はい、誰、お前か、お前か、お前か、お前、お前だけ絶対すぐよ。お前だけ一発最初からやるからな。お前はずっと最初からずっとやる。おい、おら、おら、おら、しゃおり。よいしょ、伊達さん、見てて、俺のかっこいい姿。来た、古びた木刀。せこいとは言わせないぜ、せこいとは言わせねえぜよ。おいしょ、うい、うい、うい、えい、うわい、うい。くそ、雑魚のくせにタフ、めちゃめちゃタフ。おいおい、あれ、ラストだ、決めるぞ。ああ、食いしばれ、こんちくしょうだわ。かっこいい。伊達さん大丈夫？呆れた強さだな。あんたがサイの花や。久しぶりですね、伊達さん。キリュウ、例の子さらった車はバッティングセンターに止まった。お、安心しろ、この情報量はつけにしといてやる。あざす。あいつは元警官だ。警察の情報を横流ししてたのを俺が告発したんだ。そのあとは知らねえが、こんなとこで会うとはな。いいやつになってたよ。キリュウ、ハルカさらったのはマジマ組のやつらだ。え、マジマ組、マジマさん、嘘だ、そんなことしないって。マジマさんよりによってマジマの兄さんか。あ、でも島野の命令ってことか。ハルカを救え。伊達さんはセレナで待っててくれ。うん、だがそれじゃボロボロよ、ボロボロよ。伊達さん、その方じゃマジマ組を相手にするのは厳しい。やばいよ。それよりもレーナが心配だ。一人にしないでやってくれ。わかった。伊達ちゃん、血吹いて、血吹いて、グロイよ。お、着いた。ここか。バッティングセンター。バッティングセンター。え？バッティングセンターでハルカちゃんおい、さらったの。一緒にバッティングしようっていうサプライズ的な？何回眩しいんだよ、本当に。もう眩しいの嫌いなんだよ。急にね。え、お、おいおい、あらあら、キリュウすごいな。おいおいおい、ああ、そんなバッティングセンター人気なんだ。キリュウちゃん来た。わしゃ嬉しゅうてたまらんのや。道島の竜と直接やり合える。真島さん、本物の命張った喧嘩ができるなあ。ゲルちゃんなら分かるやろ。危ない危ない危ないよ、真島さん。ソディモ、おおほほほ。あれ、待って、これお笑い芸人いない？笑いどころやないか。笑いや、ボケ。やろう。ああ、はるかを返せ。そうですよ、なんで。
マジマさん。わお。別に。ええー、で。そこのドア入ったとこにおる。え？言うたやろ、ケルちゃん。わしゃ、お前と勝負できりゃそれでいいんじゃ。本気で言ってるのか。本気も本気。おおマジや。なあ。え？もうこれ以上。やばいやばいやばい。じらすなや、ケルちゃん。やばい、メンヘラ。いくで。メンヘラマジマ。うわ絶対この前より強いよ。マジマさんが一番怖えんだよな本当に。なるほど、みんなと戦うのね。マジマさん1対1じゃないの、そこはいない。ねえセコインちゃん、それはちょっと待って、よいしょ。どっからやればいいんだろう最初。マジマさんからやってもあれだな、ラチが開かねえな。あ、よし、トマホークから行こう。トマホーク、よし、トマホークくれくらえ。だ、持つとこないんだって、持つとこないんだって。たまにそれやるけどさ、どこ持ってんの、キリュウくん。その技どこ持ってんの、本当に怖いよ。持つとこないからね、本当に。よしよし、マジマさんが避けてるうちに。大丈夫大丈夫、マジマさんはまずやらない。うわ痛い、グホ。やばいやばいやばい、ボコボコにすんじゃねえてめえ。なんでてめえらが、僕マジマさんならいいけど、なんでお前らがボコボコにするんだよ。それちょちょちょ、痛い痛い。これ、よいしょ、オッケー。悪い悪い、よいしょ。おい、さあバット同士の対決じゃ。ほれほれ、ちょちょちょ、痛い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 。お、あとマジマさん一人か、ヒット。さあ行くぞマジマさん、よいしょよいしょ。おい、ほれ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 、マジマさんそんなもんじゃねえから、もっと来いや。オッケー、おっしゃ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 。おい、いや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 。さあバットでホームラン行っちゃいますか。決まったね。やっぱりごついぜお前は。真島さん、それでこそキリュウちゃん。まだまだ行くで。どうしてそんなに。はるかを返せ。アホ。死ねや。え、キリュウ。え、お前トマホーク何やってんのお前。親父。なんで。キリュウちゃんはな。マジマさん。俺の獲物や。この。え、こいつをやるのはわしだけなんじゃ。マジマさん、親父、親父。え、おい救急車だ、早くしろや。なんかトマホークやってるからあんまし話入ってこんな。おじさん、あ、はるか、はるか、あ、怖かったよね。怖かった。うん、怖かったよ。いやもうそうだよな。遅くなったな。すまない。すまなかったな、ハルカ。お前のことを守ってやれなかった。おお、血がないね。怖かったろ。うん。縛られて真っ暗な部屋に。でも外が急にうるさくなって、そしたら、うん、知らないおじさんが来て逃げなって。知らないおじさん？誰？誰だキリ。いや、お礼を言ったらペンダントは持ってるかって。何のことだ。これ弓お姉ちゃんが。でもこれ秘密あんだと思うんだよな。お母さんは、なんでお母さんに会えないの。ごめんね。あ、弓さんか。嫌だよ、お母さんに会いたい。弓お姉ちゃんお願い、お母さんに会わせて。ねえお願い。そうだよな、会いたいよな。ねえはるかちゃん、なんで会わせてくれないんだろう。今日はこれを持ってきたの。お母さんが持ってたペンダント。お母さんの。そう、はるかちゃんにって預かってきたんだ。だからもう少し待ってあげてね。うん、
かわいそうだな。大事なお守りだからこれ持ってること知らない人に話しちゃダメよ。すごく大事なはるかちゃんだけのお守りだから。そのペンダントを知らないおじさんは欲しがったのか。うん、大事に持ってなさいって。これには100億の価値があるんだよって。ほらほら、めっちゃ鳥肌立ったんだけど。見せてみろ。鍵付きか。無理やりこじ開けるってな。ダメ。言ってみただけだ。そのおじさん顔は覚えてるか。真っ暗だったから全然。でもその人キリュウのおじさんにペンダントのこと伝えてくれって。俺の名前を。うん。え、何者なんだ一体おじさん。さあな、一つだけ確かなのは、俺たちはいつの間にか事件の中心に置かれていたってことだ。いや、めっちゃかっこいいこと言うなお前。